岩津松平家とは、室町時代に西三河地方に分出した松平氏の一流。古文書における関係人物の表記で、岩津は岩ととも表記されている。三河松平氏の宗家二代目当主とされる松平安地下が岩津城を本拠にしたのに始まる。その後、新港、親町と継承されたが、今川氏の岩津城攻撃を受けて衰退し、 松平氏所流の安城松平家が岩津家に代わって僧侶化化した。その後、岡崎の宗家第八代、広忠の第二は岩津家の跡が絶え、三木松平家とされる信孝によって医療が横領されたという。岩津城氏の石踏み、三河物語によれば、松平氏第二代とされる安近家は松平号を出て岩津の城を奪い居城としたという。 初代親氏の時に討伐して屈服させたという、中山十七名の一つ、鴨モ群林天野矢蓋氏の残党が大、親両近隣に出没して、諸人を悩ませていたという。その背後には、奥岩戸の岩戸大前があると見た安近は、満月の夜に岩津の城を吸収して攻め落とした。岩津大前は切腹して果て、安近がこれに移ったという。これらの伝承について、 欧二28年に武力奪取と推定する説や、岡崎志願津町の若市神社、胸札内市の大旦那松平邦金の罪名が、太陽屋の法名邦金であること及びその日付により、この岩津城進出が欧三33年以前としながらも、この進出は武力ではなく、解読によるものと推論する説もある。二代太陽屋の第二は、 武徳人としての経済活動で、松平氏は力を蓄え、室町幕府の万所出自伊勢氏に仕えて、政権中央との関係を結びながら、三河国内のみならず京都、大見国にまで活動範囲を広げた。松平増スチ大見国すが裏ら春成九時戦受け取り場。安地下の後は、着死信仰に継がれ、第三代。 信仰の頃にはこれら経済活動による解読の地に、加え、干渉6年のぬかた軍一揆の鎮圧で、有力武士としての存在を示して、三河国内に恩賞の地を得るなど、武士的活動で得た所領も含めて各所に一族所見を分出させた。一方、信仰の着手、岩津修理助親町は、文明8年から12年京都で伊勢市に禁止した記録が残る。 しかしこの急激な発展は、この後三河国内、外の勢力から反発を受けて攻撃されることになる。すなわち、明王伊田屋の合戦や今川氏が、伊勢総意に、松平氏討伐を命じた英将三河の乱の戦いである。明王の政変後、細川正元派となった中条氏が、ぬかた軍一揆の際に、細川重行派となっていた松平氏を攻めたと推定され、 永正五年六月、帰京した足利義材によって、東東海守護に服した今川氏は、対立する足利義住、細川四毛行派の松平氏。明王二年十月十三日には、三河国鴨組にあった鎌倉幕府以来の名族中条氏が、その非関衆ともいう壁海軍上野の安倍氏、鴨軍寺部の鈴木氏、同軍、伊保の三宅氏、道軍役者の名頭を休合して、 松平氏を攻めた。この時、信仰着難の親長と次男の乗本は在京中で、あったため、安城家の近田,田が松平勢前軍を指揮したとされる。この戦いは、矢作川の上の瀬を渡り、伊だや二陣を取った中城勢四千名を、安城の近田勢二千名が、迎撃圧倒したのを、さらに井口、茂田から岩津勢が襲撃したため、中城勢は、 崩れて敗走した。平野によれば、岩津勢のこの火星が強撃となったため中条勢は敗走したと推定する。この戦いの結果、安城の近田の部名は大いに上がり、諸所は松平氏総領の立場になったとするが、実際は不在の親長等の血縁上の代理であった近田が、この戦いの勝利で、さらに総領名代にまでなったものではないかとの見方も、ある。 英正五年旧暦八月、今川氏下明代の伊勢総尉率いる今川軍は、大樹寺を本陣として、岩津城を攻めた。しかし、岩津殿は、戦に名のある家来もあって少しも動揺せず、城に敵を近寄せない戦いぶりだったために、今川勢も持て余したという。その間に、岩津への救援軍として安城城の松平、長地下が、伊賀屋に現れると、 これを迎え撃った今川軍だったが、長地下の戦いぶりに手を焼いて、伊勢総ウの本陣への肉薄を許すなど苦戦。さらに、戸田市から背後を襲われることを懸念して、今川軍は撤退したという。もっとも、今川軍の主要攻撃目標は、岩津松平野であったため、岩津落城を果たしたのを契機に総ウは平野を引いたのだとも考えられている。 この合戦の結果、岩津松平家は著しく衰退したと考えられる。しかし、京都西京鈴め森の土地を所有していたことから、栄章の三河の乱の後も、岩津親町はずっと在京していたと見られ、親町のこの土地の所有がわかる、三条最小中条雑証あて室町幕府部行人、法章内氏について、その日付の栄章17年3月9日までには、親町は死去とする見方。 あるいはこの日までは生存が確認されるとする平野明雄の見方もある。その後、宗家第八代松平広忠がまだ幼少の頃、その叔父、三木松平信隆は死去した弟、宇都の松平安隆の医療とともに、岩津殿の医療をも横領したという。このことから、岩津松平家はこの頃には断絶していたと考えられている。 もっとも、信孝の横領事件以後にも工事4年正月に、岩津玄吾三則が三河大樹寺にした寄進記録が残されている。なお、三則母のある大樹寺達中会会員では、岩津殿と称す。なお、幕末の幕臣で、江戸共和国副総裁を務めた松平太郎は、岩津松平家の血を引くとされる。三代信光は、40人余りの子があったという伝承もあるが、 多数の松平小屋、すなわち、守屋、近田田、与え福、三重、三秀、元香薫、光親、家勝、近政、おやっの各諸家を分室した。しかし研究者の交渉によれば、守屋、夜福、光親、近政、水尾、公直、右、馬之助、三次、中塚さ、新章、三足、光さん、近代、 近光及び出家者の昇竜、明かりおきな昭和を加えた十七人が、信仰の子に挙げられている。さらに、岩津諸子家については、松平七人の衆というものもある。片野原又七郎、松平木上。安城二郎三郎、お家。大木部、玄八郎、松平泉守。岡崎大善助、内断絶。竹谷四次郎、松平現場城。 ゴイヤク松平劇、ヤ三郎、長沢玄七郎、松平光介之助。また、文紀元年の丸根屋ガチ等連番勤政の署名者には、岩津玄吾三則、岩津大禅入道、常連、岩津役郎長勝、岩津八郎新、守る、岩津八郎五郎、新章、岩津玄造三則など、岩津を称する使命も多数見られ、 系府関係は明瞭ではないが、当時岩津にいた松平氏一族とされている。三河物語によると、三府大は安城府大、山中府大、岡崎府大であるが、徳川家の府大家臣を指すので、岩津宗家時代の家臣団は、必ずしも、これに当てはまらない。しかし、この時期に所属していた家臣の名は一部伝わっている。安地家の代とされる伝承に、 三河細川に配慮されていた藤大納言と称する人物の気楽を護衛するために募った諸老人に、宇津左衛門忠武、成瀬東蔵、林東五郎、平岩七之助、天野聖助がいたという。国学院大学の入本マ夫は、岩津府大として、以下の各種を岩津宗家時代の家臣として指摘している。岩津時代における初期家臣の由来について、 安地下は、親氏と共に、大久保氏など、関東由来の浪人者を結集して、三州松平郷武力で、横領の後、松平郷近辺を征服していったとする見方がある。これに対して、親氏、安地下までは、武徳人としての活動であったと考え、また武装した、中世の村と江戸時代の村を、同一視できないとして、浪人者によるという、この武力征服説を否定する見方もある。 円福寺、岩津松平家の菩提寺は、明神寺とされている。明神寺は信仰が二十六歳で創生した子、お族の菩提を弔うために、官渉二年に創建したもの。なお、明神寺は、文明十三年に、信仰明寺に次いで、直願寺となっているに、京都新京国の地に移転し、入れ替わりに、円福寺が明神寺市に入って、現在に至っている。大久保忠孝元町、 小林憲章役、三河物語、教育新書原本現代役11、教育者、1987年、ISBN4 から315400920。平野明夫、三河松平一族新人物往来者、2002年、ISBN4 から404029616。中村隆也、徳川家康の続用を講談者、1965年。 新編岡崎市編参委員会編、新編岡崎市市に中世岡崎市、1989年。中島寺太郎、徳川家臣団の研究国書刊行会、1981年。新井白石、新編藩幹部第一巻人物往来者、1967年。新編安城市市一通史編、原史、古代、中世安城市、2011年。 旧祖神昇、る、近藤常事編、近世三河地方文献集国書館公開、1980年、入本増ス戦国時代の徳川市新人物往来者、1998年、ISBN4 から404026765。ありがとうございます。